こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では大人の男の身だしなみアイテムベスト5というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、今30代後半なんですけども、この世代になると何もしないとですね、やっぱり清潔感だとかそういったものがなかなか表現しづらいなというふうに思ってるんですね。もちろん10代ですとか20代であればなんとかですね、そこまで手間をかけなくても清潔感みたいなものはある程度は保持ができたんですけども、今の30代後半から40代ぐらいになるとやっぱりですね、ある程度の日頃のケアというのは必要不可欠になってくるのかなというふうに思っています。まあ、僕らの世代というのは若々しく見えるのか、もしくはおじさんっぽく見えてしまうのか、まさに境目の世代なのかなと思ってますので、ぜひ今回の動画を参考にしながら最低限の大人の男の身だしなみというところをぜひですね、意識していただければなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介するアイテムに関しては Amazon ですとか楽天で気軽に買うこともできますので、ぜひ皆さんチェックしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的な内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。まあ、最近はですね、更新頻度を上げていまして、大体ですね、週4本ペースぐらいで動画を配信してますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下の説明欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず一つ目にご紹介したアイテムなんですけども、今回は実際に持ってきています。こちらですね。まあ、これはね、必須で全男性が必ず持つべきアイテムなんですけども、これはですね、電動の鼻毛剃りですね。これはですね、僕自身週に2、3回は使っている必須のアイテムなんですね。これはですね、日常的に使う習慣を必ずつけた方がいいアイテムかなというふうに思っています。僕自身もですね、つい忙しくて、こういったものを使うのを忘れてしまうとですね、鏡を見た時に鼻毛がですね、こんにちはしていることも少なくないんですよね。これは恥ずかしいですし、どんなにファッションを磨いていても鼻毛が出ていたら一発アウトなので、ぜひ皆さんこちらはですね、日常的に使っていただきたいなと思っています。結構ですね、鼻毛って出てる男性多いんですよね。これってなかなか指摘がしづらいもので、僕もですね、お話ししている相手の方の鼻毛が出ていても伝えたいけど伝えられないなということが少なくないんですね。特に僕ら世代だと仕事にプライベートに忙しくて、なかなかバタバタしてですね、時間が取れない方も少なくないので、これは日頃の習慣にした方がいいかなと思っています。例えば土曜日ですとか日曜日ですとか、休みの日には必ずこちらを使うだとか、もう場合によってはもう毎朝使うぐらいの習慣化した方が、まあ危険なことはないのかなというふうに思っています。ですので僕は洗面所でも割と目立ちやすい場所に置くようにしてるんですね。そして蓋はしないようにして、すぐにスイッチを入れて使えるような状態にしてるんですね。まあ、それぐらい効率化して、なるべくこちらを使いながら鼻毛が出てる状態をですね、必ずブロックをしていただきたいなと思っています。 Amazon で1000円前後ぐらいで買えるかなと思うので、まあ手軽かなと思うんですね。まあ、鼻毛をですね、抜くっていうのもなかなか痛かったりしてハードルが高いかなと思うので、こちらを使えば大体ですね、早ければ15秒から30秒ぐらいでケアできるので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですけども、こちらですね。まあ、電動のトリマーなんですけども、これもですね、1台持っておくとすごく便利なアイテムかなと思っています。本来このアイテムというのは、僕の場合はヒゲの長さを整えるために使っているんですね。まあ、メモリがありまして、1ミリから10ミリまで長さを変えながらヒゲの長さを整えることができるようなトリマーになってるんですが、もちろんですね、こちらをヒゲのトリマーとして使うこともあるんですが、僕は様々なシチュエーションで使うようにしてるんですね。例えば無駄毛の処理ですね。その場合にも使ったりするんですが、例えば腕だったりだとか、すね毛だったりだとか、結構体毛って長い間ほっとくと長くなってくるんですね。特にこれから春夏に関しては、割とですね、くるぶしが見えたりだとか、ショートパンツを履く場合なんかですね、がっつりすねが見えるので、そういう時にこそこういったものがあると、長さを整えることができるんですね。まあ、すね毛に関しては、ツルツルだと、それまたちょっとこう、男らしさがないかなと思うので、僕はだいたい3ミリぐらいに長さを整えるようにしています。こういったものがあると、すね毛の処理が圧倒的に早くなるので、1本あると便利なのかなというふうに思っています。あとはそれだけではなくて、僕の場合はちょっと難易度が高いんですけども、ヘアスタイルを整える時にもこちらを使ってるんですね。今の髪型を見ていただきたいんですが、基本的にちょっと長めではあるんですけども、横だとか後ろはですね、すっきりとさせたスタイルにしてるんですね。
結構ですね、このようにサイドが短い男性って最近は多いかなと思うんですが、美容室だとか床屋さんにですね、しばらく行っていないと、この横がですね、中途半端に長さが出てしまうんですね。そういった時に僕はですね、なかなかですね、美容室に行く時間がない時にはですね、僕はこのトリマーを使ってサイドは自分でやっちゃってるんですね。長さは10ミリに設定して、あとはこんな形でどんどん行っちゃうんですね。ちょっと難易度は高いんですけども、もみあげの周辺だったら全然いけてしまうので、1本あると様々なシチュエーションで使い勝手がいいのかなというふうに思っています。髪型を整えるのはちょっと難易度は高いかもしれないですが、すね毛のケアというところではこれからの季節マストになってくるので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、顔のシェーバーなんですね。これまたね、もともとは奥さんが使っていたものなんですけども、僕自身も大好きでよく使っています。どういう時に使うのかというと、基本的にはですね、眉毛を整えたりだとか、あとは顔の産毛を剃る時にこちらを使ってるんですね。もちろん男性であればお風呂に入って髭を剃るシーンで、こういった顎下だとか頬を剃る方もいるかなと思うんですが、なかなか剃りづらいところもあると思うんですね。特に眉毛ですね、この下の産毛だとか眉毛の間だとか、この頬あたりのですね、産毛っていうのは僕は基本的にこちらを使って産毛を剃るようにしています。すごく手軽で便利なんですね。特に男性って眉毛がですね、結構印象を大きく左右するところがあるんですね。昔は眉毛を細くするような人も少なくなかったんですが、そういうのはですね、なかなかチャラく見えるのでお勧めしないんですが、かといって眉毛がボーボーだとすごく清潔感みたいなものが損なわれてしまいますし、やぼったく見えてしまうんですね。ですので眉毛の本線があって、それ以外の無駄な部分に関してはこういったシェイバーで削ってあげるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。そして顔の産毛を剃ることで顔もですね、ワントーン明るくなったりするので、こういったものを使いながら清潔感を漂わせるために産毛剃りというところは意識していただければなと思っています。最近はですね、ズームを使った会議なんかもですね、皆さん少なくないかなと思うんですが、そういう場合 PC と自分の位置というのは基本的には結構近いので、意外とですね、先ほどの鼻毛が見えたりだとか、眉毛がボサボサだったりだとか、顔の産毛が生えているとですね、清潔感が漂わなかったりするので、今の時代こそこういった産毛をカットできるようなものっていうのはですね、すごく重宝するかなと思うので、ぜひ皆さんも1本揃えていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、それはですね、こちらですね。いわゆる衣服用の消臭剤ですね。僕が使っているのは、ザ・ランドレスというブランドのファブリックフレッシュというものなんですが、ざっくり言ってしまうと、ファブリーズ的なものなんですね。こういったものを日常的に衣服に振りかけることは結構重要かなというふうに思っています。僕はこれをですね、玄関に置いているんですね。で、家を出る前にさっと一吹きする形で、衣服からちょっといい香りがするようにしてるんですね。僕ら世代になると、やっぱりですね、気になるのは加齢臭だったりだとか、そういった大人のですね、独特な香りだったりするわけなんですね。これに関しては最低限のケアが必要かなと思ってまして、もちろん日常的にボディーソープを変えてみるだとか、定期的にウェットティッシュを使いながら汗を拭き取ることも大事なんですが、あとはお洋服にですね、匂いがつくことも少なくないかなと思うので、そういう場合にこそファブリーズ的なものを使う方がいいんですが、やっぱりですね、市販のものっていうのはどうしても匂いが強かったりするので、僕はもしですね、衣服に香り付けをするのであれば、こういった香りにもですね、ちょっとセンスが良さそうな雰囲気が漂うもの、こういったものを使うといいかなと思っています。ランドレスのファブリックレッシュというのは、様々なセレクトショップに置いてあるような、結構センスのいい香りのするものなんですね。ですので、もし皆さんが香りというところに意識をしたいのであれば、こういったファブリックフレッシュは1本持っておくと便利なのかなというふうに思っています。サイズこちらは大きいものなんですが、もうちょっとスティック式の簡単なものもあったりするので、まずはそういったものからトライをしてみるといいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、男性用のファンデーションというアイテムなんですね。これはですね、僕ら30代40代の世代からするとなかなか縁遠いものかなと思うんですが、実は結構10代20代の男性だと使っている方が増えているアイテムなんですね。かつては男性が化粧水だとか乳液を使うというのはですね、イメージが湧かなかったことが多かったかなと思うんですが、最近ではだいぶそれも一般化しているかなと思うんですね。それと同じように、これからはある程度は男性向けのこういった肌補正用のアイテムというのは使
少しずつですけども浸透していくのかなというふうに思っています。まあ実はですね、僕自身もずっと抵抗感があってなかなか踏み出せないでいたんですが、実際に一回体験してからはですね、僕は日常的に使うようにしてるんですね。というのも僕自身はですね、普段 YouTube を撮っているので意外とですね、肌の状態が見えやすかったりするんですね。ですので僕は撮影の時には基本的には簡単にですけどもベースメイクをするようにしています。僕が使っているのは男性用の化粧品としては結構有名なファイブイズムというブランドのものなんですね。こちらを使っていまして、こういったリキッド状のものを肌の甲に乗っけて、それをですね、トントントンという形で塗るようにしてるんですね。まあ今も実際に塗ってるわけなんですが、これはね、実際に使っていてもほとんどバレることがなくて、というより一回もバレたことがないので、すごくですね、肌馴染みが良くて、なおかつ肌の色を綺麗に見せてくれるので、特にクマが強い時だとか、あとは吹き出物ができている時なんかは、こういったものを使った方が健康的には見えやすいかなと思っています。まあ僕の場合は YouTube を撮っているという形で、ちょっと特殊な立ち位置ではあるかなと思うんですが、先ほどもお伝えしたように、オンラインでのミーティングの時なんかは、割とですね、カメラとの位置が近かったりするので、そういう時にこそこういったものを一本持っておくと、すごく便利かなというふうに思っています。もう一つはこういったスティック状のもので、こういった形でトントントンと塗っていけば、それだけでですね、簡単にケアができるので、すごく便利かなというふうに思っています。ただこちらはちょっと値段が張るので、なかなか一般向けではないかなと思っています。最近はですね、BB クリームというジャンルのものだとか、あとはウーノですね。僕ら世代にはすごく馴染みの深いウーノからもですね、こういった男性用の肌補正用のアイテムが出ているので、まずはですね、テスト的に1本使ってみるのもいいかなと思っています。最初はなかなかハードルが高く感じるかもしれないですが、結構ウーノのものもですね、肌馴染みが良くて全然目立たないので、そういったものからまずトライをしてみるとですね、結構世界観が広がりやすいかなと思いますし、最低限のですね、清潔感だとか身だしなみというところが整えられるかなと思うので、ぜひ頭の片隅にですね、置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、大人の男の身だしなみアイテムベスト5というテーマでお話をさせていただきました。割とおなじみの鼻毛剃りからちょっと難易度の高い男性用のファンデーションまでお勧めさせていただいたわけなんですが、まあまずはですね、この中から1、2点だけでも構いませんので、ぜひ買い揃えてトライをしていただければなというふうに思っています。まあ年を重ねることに残念ながら清潔感だとかそういったものは少しずつ損なえていくものなので、だからこそそういったところを埋め合わせるためにある程度ですね、美容だとか身だしなみというところにも関心を深めておいた方がですね、僕ら世代はいいのかなというふうに思っています。本当にちょっとした手間をかけるだけで全然見栄えが変わってくるかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。